ギドン大きりねカッツです。今日はねリクエストもらってましたフラゴスね、フラゴスのね高台移転した住宅ラインをもうちょっと見続けねえかなっていうことでね、どっからスタートするかなと思ったんだけども、今日は改造時の前ね、浦の浜街道の改造時の前をスタートして船越しに入っていくっていう道路からスタートです。で、実はねカメラが壊れました。今まではキヤノンの M っていうミラーレスの初号機ね、ただの M っていうちっちゃいやつね、それで撮ってたんだけどね、なんか撮れるんだけど何つうのかな、再生できなくなって、メモリーカードにね入ってるには入ってるようなんだけど、なんとかね、なんとかっていうか、なんともこう映像を取り出せなくなって、そしてるうちにねなんか固まったりしてね、どうもダメになって、今回はね X8i の方で撮ってみてます。で、手ぶれがねほとんど効かないので、ガタ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 揺れてるんだべなと思ってね、もう諦め半分で撮るというね、しょうがねえのもはね。で、その X8i で動画撮ればどうなってなと思ってね、来ました。で、来たのは今踏切ね渡って岩手船越の駅、ほんのね1分か2分前に、もっと前かな、三鉄がね通ったんだけどね、あと心配するのはね、このダッシュボードにつけてるマウントがグラグラでちょっと心もとないっていうかね、 M の時は M はちっちゃいからいいんだけど、 X8i にするとちょっとなっていう感じで、もうねグラ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 しててね、手ぶれしててなと思って、で45号線ね、新しい住宅前に行くのに船越の郵便局から上がっていくかなと思ってね、 このコースね、今回はね、はい、ここがね郵便局の通りね、郵便局から上がってここ左折で上がっていくね、ここね、そうすると豚所、船越の第一分団の豚所のとこね、豚所があってその上に公民館があってっていうとこなんだけど、ここ一分団ね、一分団があって次が公民館なんだけどね、この右側に沢水引いてるこの水場があってね、震災の時はここでかなり助かったんじゃないかな。でここが行き止まりだったんだけどね、こう高台移転で道路ができて、左に行くと保育園ね、右に行くと住宅街っていうとこですね。結構上り坂でね、ここが住宅街ね、こっちから見ると公園があって戸建ての住宅があってというとこですよ。まあいろいろごちゃごちゃ言っても俺もねあんまり横があれなんだよね、こっち来ることねえしね、道路表示で定時路の表示があるので、ね、このなりに行ってみっかな、ここ右ね、まあどうすっかな、ここ行くか、来たことがねっけ分かんねえんだよねあんまりね、こんな感じですよ。そうしてねこう行って右の方のブロックはちょっとあって、こっから行くと外周を回るコースだと思うんだよね、ここね、はいはい、こんな感じで、こんな感じで今右側がね食いしん坊のとこラーメン屋ね、45号線、その右側が45号線で食いしん坊があってというとこです。こんな感じだがね、でずっと行くとね、ずっと行くとスタンドから上がってくる通りね、こう右に行くと45号線に行くんだけどね、ここを今度左折して上がってみんがね、ここね、
こう前回はここをね左折して真ん中の通り行ったところだよね。で今度この突き当たりをね、左折して杉林のとこね、うわ工事中の車がいいだな。こんな感じで、住宅街なんだよね。それでだ工事の車が行っとこうまっすぐ行くかなと思ったんだけど工事中だしね、今回はここをこういうふうに、だいたい中っていう字のようにね、中の字のような感じで、外周を回ってこの通りが真ん中の通りねっていう感じのイメージで、走ってきたっていう、車も来たしこんな感じになりますね。だいたい分かりにくいけどね、実際に来てみれば分かるんだけど、なかなかっていう感じでねえかな。そしたらどうすっかな、今度裏から行って道の駅に下がるかね。さっきここを左折したとこをね右折していくと今度ね道の駅に下がっていくんだよね。ここね、ずっと登っていくとね、こっちにも長林地区、今度はね、こっちにも住宅街があるんだけど、こっちはまあ今回はいいかな。こっちもね結構地理的にっていうか結構複雑でね、走ればもうキリがないっていう感じの住宅街なので、今回は素直に正面にね三角の屋根見えたでしょ、これが道の駅の屋根だよね。だからもろに道の駅の裏側っていう感じの地区ですね。こんな感じで、で見えてきた道路が国道45号線ね、ここで一回りしてきたという感じですかね。ここがね見通しが気がねえんだよな。で道の駅に帰ってきたということです。はい、ということでね、船越の高田移転してきた住宅を一周してきたという動画でした。じゃあねー、またねー。